おはようございます。2月24月14日、午前10時14分、えー、本日のモーニングショットをお届けしたいいと思います、えー。本日は、えー、ロシアのウクライナ全土に対する侵攻があるかもしれない、えー、こう数時間に迫っているかもしれないといった状況の中でこれはまだ誰も分かりませんがプーチンの,けっあの決定次第ではありますけれどやはりそうなったときというのは、えー、瞬間的にやはりそれはドル円もクロセもすべて売られると思うので。 今日は買いも差させたないし売りも差し値はしない形にしたいと思いますイメージでドル円としては115円の丸5 1号の売りで115の3丸でストップ利食いは114の5号抜けてきたら113円台まで、えー、見なきゃいけないのかなという気がしております抜けてくるときていうのはそれはもう進行しているという状態だと思うので、えー、3の5丸で止まるかどうかもよくわかりません えー、そんなようなイメージで現状は考えています、えー、ユーロドルは1.13の1ちょうどから10で売り1.13の35でストップ、えー、1.12の、えーまあ、25ぐらいで、まあ、一応イメージとしては、えー、買いでございいますあの買い戻しというイメージありますけど、まあ、1.1185ぐらいまではとりあえず下値を見たいというふうに思います、えー、ユーロ円129円の、えー、95130円の丸5で売りから 130円の3丸でストップまあ129円近辺の利食いとあと抜けてくれば128円の7丸でイメージをしてみたいと思いますポンド円155円の8丸9丸売りから156の2丸でストップスタネは154の85を抜けてきて154の45でイメージをしたいですタイドル1 3 5 6丸7丸の売り1.3595でストップ 買い戻し1.34の8丸抜けて34の5丸でイメージをしてみたい、してみたいと思います。オージーエン83の1丸2丸の売り83の4丸でストップ82の3丸抜けて82円ちょうどでイメージ。対ドルは0.723丸4丸の売り0.726丸でストップ買い戻し0.713丸抜けて0.71ちょうどでイメージをします。 えー、ニュージー児ン77の90、78円ちょうどで売り、78の20でストップ、77円ちょうど抜けて76円70での買い戻し、タイトルは0.677585の売り、0.6810でストップ、0.6680、えー、0.6650の買い戻しというようなイメージを作りました。えー、どうしてもそのらればで 何のののももなければば例えば70から50のゾーンが固い可能性も当然ありますただ、進行してきたらもう、大台が変わる可能性もあるというふうにお考えいただいて、やはりそのリスクをどう取るか、進行してきたときに、買いが全部なくなって、もうビットが消えるという状態に、インターバンクではなるはずなので、そうなったときにどれだけスプレッドが広がり、 ストップロスが置いたレートでつかないというのは、もう重々可能性としてはある、もう何十銭もずれる可能性もあるということを考えると、やはりそこまでリスクを取る必要はないというふうに考えれば、やはり方向性としては売りから、引きつけて売りのイメージでいいのかなというふうに、今日は考えておりますすまままたた何かございいしししらぜひよろしくどうぞお願モーニングショットこれでで終了です。